さあ千葉です。今日は風間ベンチスタート、それから小森はメンバーから外れました。勝って福光、小屋がスタメンに入ってこんな並びを予想しました。ゴールキーパー畑野、増山、串引、白井、米田の最終ライン、桑崎アンカーに澤田、カイオセザール、マテウス、ジェズス、そして今日はマルコス・ギレルメスタメンです。最前線にはここまで25ゴール、ほぼ J2 リーグの得点を手中にしておりますフアンマ・デルガドが座ります。田口の右足、鋭いボール、フリック、キーパー畑野、プッシュ、三木が押し込んだ、先制ジェクシバ、開始12分、ニアネフリック、ゴール前一旦キーパー触りましたが浮いたボール、抜け目なく三木が押し込みました。千葉が先制。そうですね、まずこの田口のボール素晴らしかったですよね。キーパーの出れないところも鈴大輔ニアで設定、まあ、少し畑野もね弾きたかったんでしょうけどもね、弾ききれないところしっかり三木押し込みましたね。はい、はい、こうしっかり見てましたしね。鈴木大輔ルドゥ、最後は三木が飛び込みました。入れるから裏へ、さあチャンス、シュート、長崎同点。追い越していった澤田、冷静にキーパーとの1対1を制しました。21分、長崎ゲームを振り出しに戻しました。まずですね、まずここの切れ方も良かったですし、このタイミング良かったですよね、はい、澤田の でまずこのドリブル、次のタッチですよね。佐々木が後ろから追いかけているこの前に入り込んで冷静にしっかり流し込んだ、このシュートも素晴らしかったですね。4ヶ月ぶり澤田、今シーズン3ゴール目、貴重な同点弾となりました。三木に対して海洋セザールアドバンテージ見ています。ドゥドゥー、コントロールショット、わずかに枠を捉えず、三木です、間を通して踏みつ、田中中に絞って左足フィニッシュ、ポストのわずかに左、いいシュートでしたね。シュートでしたね、一瞬入ったかと思いましたけどね。壁の間にはドゥドゥ、さあ日高か、田口だ、ポストフィッシュ、しのぎました。長崎まあもちろんね、直接は入りそうな感じだったんですよね。そこしっかり畑野の体投げ打って、はい、ボール触ってこぼれ球ですよね。佐藤大輔しっかり狙ってましたけど、ここよく戻ってましたね。そうですね、はい、さあドゥ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 、中はニアニ小屋、正面には福光、小屋狙った、小屋のシュート、これは余裕を持って畑野が対応。中村圭太からプレスのスイッチを入れます。松田も行く、前から行ってますね、はめるチャンス、松田は入ってきた、倒れた、 PK、 前からのチェック、コースをしました長崎、 PK 獲得。飛んだんじゃないかとアピールしている鈴木大輔ですが、そうですね、まあ、前からはめに行きました、はい、前からのプレス、ここボールバールテですよね。このステップの横のステップに、今度も逆を取った、冷静、まさに冷静、フアンマ・デルガド、蹴り直しにも動せず、そしてホームのサポーターに逆転弾、喜びを分かち合います。今シーズン26ゴール目、正真正銘ビファーレン長崎逆転です。いや冷静ですね、本当にこうプレッシャーかかる場面ではあったんですけどね、どうですかね、これ動きを見てなのか、もうこっちに蹴ると決めて蹴ってるのか、まあ、本人しか分からないですけども、前半はやや苦しい時間帯が続きましたけれども、持ち前の得点力を生かして逆転、リーグ中位の55失点という今日の一戦で56失点まで、うん、あーっとこぼれた、こぼれた、転がり込んだ、長崎3点目、大きな追加点、詰めた増山、まあ、このね一本ですからね、もちろんここコミュニケーションも含めてですね、まあ、増山もね諦めないで最後までよく走りましたし、執念の感じるこの1点なんですけどもね、この辺はやっぱりこう千葉の方としてはやられてはいけないこの失点ですよね、はい、
松田行く、拾いに行く風間、前を向いて名倉、名倉が運ぶ、2対2、名倉、増山、さらにジョップも走る、名倉預けて増山だ、いやーよく戻りましたね、戻った西野、はい、そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル、1対3、長崎、今シーズン6月中旬、21節の大宮戦、22節の金沢戦以来となりますリーグ戦の連勝締め、